ときにこうじゃなくてこうしてみ、こうするとヒリコってすごく曲げにくくなるから、なので、ここから伸ばすときにこう伸ばす、こう伸ばすと多分あの肘曲げるのすごく曲げにくくなると思うんで、そう
げる。
最後で気抜いてだらけたら減点されて。あの人は分断ちゃんとできるはずだ。膝だけじゃなくて、もちろん膝と一緒にケツも上げていく。あの膝だけ上げようとしたら、あのただのタックジャンプになっちゃって、ケツも上がらないので。膝真上に上げたんだとこれ回転に上がる、あの膝真上に上げたんだと膝だけ上がっちゃう。膝をちょっと前に上げることによってケツが前にこう出るんです。これでお尻がこう上がってくる。だから普通のタックジャンプだとケツは上げないよね。で、まあ、上体を少し倒すっていうのはあるんだけど、膝をもっと前に出す意識で。しっかり前に出すことだけ意識して、あの、あの、シートで抜いてもらって、ただだとあなたは、
してて。抱え込み得るかったけどな、回転はちゃんとかなって、このぐらい。Thank you.
写真がバーンって読んで銃声Thank you.
なんかありますか、ジンクスに近い方がいいとか、1分ギリギリ前の方が良くなるとか、ジンクスありますか。いや、1分ギリギリ前ちょっと疲れちゃうよ、今日は。
の前から、一般の人はちゃんと持ってきてるけど、あの10秒で持ってくれるわけじゃないから。まあ、普通なら1本超えることはないよ、普通は。そこの極端に話して。Thank you.
レートとこだけでなんか背中の筋肉痛がなんかちょっと今日は無理な。そうまともに通らんかったもんな、言ってもThank you.
を上げる。ラジもちょっとだけ飛んどき、怪我しない程度ね。まあ試合の時は緑で飛んでるから。試合の時は嫌いですけど。まあ行ってみないと分からない。ただあの、まあ、ベッドはああいう日本じゃなくてああいうタイプのベッドだから、まあ、あんまり感覚は変わらないと思うんで。大事なベッドは違うので、練習の時にあの合わせて。最後飛ぶかもう一回。一回だけ飛ぶ。